ハリボーシャのゴールドベアグミグミは、果汁などをゼラチンで固めたドイツ発祥の菓子の一種である。名称はドイツ語でゴムを意味するグミに由来する。グミ製品全般では、ハリボーシャの製品が最も有名である。ドイツと北米では熊をかたどったグミベアが様々な形のグミで最も親しまれ定着した形状である。英語では、ゴム及びガムの形容姿型に当たるガミーと書かれ、 意味はドイツ語と、ほぼ同じくゴム質のものを意味する。ドイツでは強く噛む、必要のある食べ物が少なくなり、歯に関する病気にかかる子供が増えていた。そのため硬い菓子を作ることで、子供の噛む力を強くし、歯に関わる病気を防ごうと作られた。1920年本のハンスリー・ゲルが果汁をゼラチンで固め、コーンスターチをまぶして作り、ハリ棒舎を設立して販売した。 ドイツの土産として有名であるが、最近では日本国内のバラエティストアやコンビニエンスストアでも売られている。ドイツのグミブランドとしては、カッチェス社のワンダーやカッチェン、メダラー社のトローリも有名。日本では1980年に明治聖火が発売したコーラアップが初の製品である。子供向けの菓子として知られていたが、1988年に 同じく明治製菓が発売した果汁グミが女子中高生を中心にヒットし市場が大きく拡大する。この頃明治製菓は将来の需要増を見込んで大幅な生産ライン拡大をしたため一時はグミに関する商品企画ならどんなものでも通ると言われ紐グミなどの珍奇な商品も現れた。ありがとうございます。